腰掛け神社に来ておりますが、多分ね、駐車場ここに入れといてくれっていう感じだと思います。ちょっとね、周りで路地をやめてくれというふうに書いてあるので、ここ1台入れられるときに参拝してください。はい、じゃあ神社参拝していきたいと思います。駐車スペースが1台分ぐらいしかないので、先約がいたらしょうがないですね。まあ、近くの公園の、ね、駐車場があるので、そこに停めるかですね。あとは、バーベキューするところみたいですけど、これいい参道ですね。長所は夫婦はいないんでしょうね。じゃあ神楽殿があって、腰掛けの岩とかいいのかな。狛犬さんがちょっと特徴的な子をつけたという話は聞いたんですけど、かなりちょっと特徴ある感じですね。立派な彫刻がちょっとあります。龍の彫刻と鳥と両脇に狛犬さんのような、でこの石が多分腰掛け石なんだと思うんですけど、狼様の神様の腰掛けされたんでしょうね、きっと。ぜひ参拝してみてください。ここが参拝殿から本殿ですね。本殿は囲いが押されてます。大元のところから雪囲いなのかな、これ。どうなんでしょうね、端も、ちょっと雨がすごいのかな、月空の作り方かな、この辺りは。もともとすいません、画角的に分かんないと思います。ここがね、ここまで分かるんです。ここの柱があるんですね、ここに。なので、多分月空の様式なんだと思いますけど、屋根がかかってて、ちょっとよく分かんない感じですけど。上の方は月空の感じなので、まあいろいろこう苦労されてね、こうなんとか維持できるようにこういうカバーみたいな雨どいのね、あれをつけてますけど、屋根の、いろいろ大変なんですね、維持をね。